いつもビッグウッド32スイムチームフューチャーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回でいよいよキック強化メニューのご紹介パート3ラストになります。まずパート1ではこの体幹こう内臓を持ち上げる、そしてまあ体幹をねこうフラットな姿勢で浮かせてあげてこう、まあ、要するに姿勢を、まあ意識する。1本目にストリームラインキック、2本目に気をつけキック、3本目にまあボードキックっていう感じで、まあ姿勢を意識したまあフォームでちょっとキックを打つっていうご紹介しまして、で、2つ目に50メートルを8本、1本目にハードイージー、2本目にイージーハード、3本目にイージー、4本目のハードの、まあイージー、ハードとイージーとハードをまあ繰り返して行うメニューをまあ2セット行う。はい、こちら紹介してしたんですけど、まあ、いよいよ3回目は、僕がね、あの秘密のプール、過去で秘密のプールで、まあ、取り入れているのを、まあ、皆さんご覧になられたかと思うんですけど、ボードのキックで、25メートルを2本、50メートルを1本。まあ、今回は、ちょっと、結構きつかったんで、まあ、1セットだけのみ行ったんですけど、まずこちらの、まあ、メニュー目的としては、1本目の25メートルが、まあ、サークル45秒、2本目が75秒、3本目、まあ、特にサークルはなく、まあ、こちらを1セット、まあ、できたら2セットとかね、3セットとかで結構追い込んでいただけたらいいと思うんですけど、まあ、今回は1セットのみ行いました。はい。なので早速なので、こちらの映像を見ながら、いろいろ解説の方をしていきたいと思います。どうぞ。はい、それでは動画を見ながら解説の方を始めていきたいと思います。まずこちら25メートル1本目なんですけど、まあ、まずこのメニューは、全体通して、全力オールアウトで行います。しっかり姿勢を意識して行いましょう。1本目のタイムは14秒64です。で、こちら2本目スタートなんですけど、まず1本目のサークル結構不規則で45秒サークルなんですよ。1本目がで、2本目が75秒、まあ、1分15秒サークルで、まあ、こちら2本目ということで、まあ、タイムの方が16秒84です。で、3本目50メートルです。で、こちらのメニューの目的としては、まあ、スイムと同じなんですけど、まあ、100メートルレースの、まあ、ラスト100メートルのレースの、まあ、ラスト25メートル対策ということで僕の方で取り入れてるんですけど、まあ、前半が16秒25で、まあ、結構スイムでもやると、まあ、100m のラスト 25m から 15m ぐらいの状態を再現することができるので、かなりいいトレーニングとして取り入れてます。はい、という感じで以上になります。はい、動画の方をね見ていただけたかと思うんですけど、まあ、こちらでも解説してる通り、このメニューの目的としては対 100m 100m 対策の、目的として取り入れております。もうスイム、特にスイムとかだったら、まあ、スイムでも、プルでも取り入れてるメニューなんですけど、まあ、こちらまず今回はキックで行いました。まあ、100m レースでの、まあ、ラストをまあ、25メートルとか15メートルぐらいから、まあ、皆さんも感じたことあると思うんですけど、結構足とかね、こう棒になるぐらい結構筋疲労でつく、まあ、そこでタイム失速して落としてしまう方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、僕もそのうちの一人です。はい。なので、普段ね、僕このメニューは先ほどもお話ししたようにスイムとプルでも取り入れてるメニューなんですけど、まあ、キック単体として、まあ、取り入れるってあげることによって、やっぱりスイムとかプルとか上半身も意識しなければいけないっていうのがなくなり、足の動きをしっかり意識して行うことをできるし、足全体をこう、なんだろう、まあ重複しますけど、意識してかつ全力で、出し切ることができるので、まあ今回ね、僕シュノーケルちょっと持参してないんで、まあちょっと壊れてて、まあシュノーケルがあると顔を上げる動作なくなるので、ずっと顔をつけた状態で、まあ、キック、足の動きを意識して集中して、行うことできるんですけど、まあ、でも一般的に市民プールとかこういう県立プールとか公共のプールでは基本的にシュノーケルやっぱり禁止なプールが多いので、まあ、もしなくても、全然僕みたいにこの動画のようになくても全然できるので、はい、
ぜひ取り入れてみてください。はい、でこちらのメニューちょっと短期間取り入れたんですけど、まあ、先日の今大会前に取り入れてる、まあ、ダイブの50と 100m の、イージー挟んでの 100m 挟んでの、タイムトライアルでも結構足の方が少しですけど、少しなんか足のきつさが以前よりもなんか軽減されてる感じが、まあ、実感ちょっとトレーニングの成果の実感ちょっと感じてるんで、もしキックとかね 100m、 まあこれ 200m でも全然できる、 200m 泳ぐ方でも全然ね、筋持久力スピード持久力のトレーニングになると思いますので、もしキックとか、バタ足弱点の方いらっしゃいましたら、ぜひ取り入れてみてください。僕もこのメニュー、まずスイムプール以外にもキック単体としても定期的にこれから、まあ、取り入れていきたいと思います。はい、という感じで、まず今回はですね、まあ、キックの、まあ、強化スペシャルメニュー、まあ、姿勢とか、あとこのハードイージーを繰り返すスピード持久力ダッシュのメニュー解説をまずパート3、ご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。まあ、またこのようなねメニューちょっと解説する機会がありましたら、ぜひ皆さんにご紹介したいと思いますので、もしこの動画面白かった、参考になったよっていう方は、ぜひいいね、グッドボタンとチャンネル登録、あと少しで1万人、あと400人切りましたね、399人か。なので、ぜひ、対登録の方、励みになりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、またの動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。Just look on and on.